中村野六、中村野六、中村野六は日本の林学者、農商務官僚、政治家。号は排水、または瀬山で通称排水将軍。日本で第一号の林学博士で原高首相の暗殺犯、中岡昆一の王子にあたる。歴史学者の中山九四郎、元東京文理科大学教授は養子で、その長女長女23子は、 南洋拓殖社長を務めた、下田文一の妻。品濃国稲郡高藤城下に、受学者、中村元樹の次男として生まれる。中村家は代々高藤藩の藩主の家柄。明治2年上京し、安井側県に学んだ後、翌年更新生として、改正学校に入学する。卒業後、東京外国語学校の教師になる。 外国語学校から大阪市販学校の教師に転じたが、明治11年に廃校になったため内務省地理局に入り、ここで林業の重要さに改眼する。明治12年ドイツに留学。明治13年現地で大倉省御用係に任命され、完備留学生としてミュンヘン大学で勉強できるようになった。中村はミュンヘン大学に入学した初めての東洋人である。 帰国後は一時大蔵省にいたが、やがて農省務省に入り、さらに新設の東京三輪学校教授になる。明治22年三輪学校が東京農林学校になり、さらに帝国大学農科大学に昇格したのを、機会に退職、農省務省に戻る。明治23年7月1日施行された第一回衆議院議員総選挙に、郷里の長野県第6区から立候補し当選する。 第一次、大熊内閣では進歩統計となり、司法時間となる、1898年のフィリピン独立革命で、しかし武器は輸送船、布引丸の沈没によって、フィリピンに届けることができず、残った武器を宮崎東天が、高中会による武装放棄に転用しようとしたとき、中村が勝手に売り払い、かつ代金を着服したことが発覚し、多くの非難を浴びた。ただし、 中村自身は冤罪であることを訴えている。何ぞ一人賛成の権利を10円以上の納税者のみに制限するのりあらんや、との理由を付した、日本初の普通選挙案を県政本党の古畑、玄太郎、河野博中、無所属の花井拓蔵らと共に、衆議院に提出したものの、否決される。大正10年11月4日、親戚の中岡恩一が、当時の首相、 原高氏を暗殺した際、犯行二日後の東京日日新聞に、今一の王子、中村や六七団という見出しで、コメントが載った。万代ダさん噴火後の裏万代の緑化に尽力した、遠藤玄夢に植林を指導し、中村の名は五色沼に、ヤ六沼として残る。百合の姫路44年、高東町東高と町,町では、この三林を、犯行新徳館にちなんで、 新徳の森と名付けた。2016年5月現在ドイツ逃避、ストローブ松、ユリノキなどが育っており、この中で35メートルを超える2本のユリノキが特に目立っている。入り口は、峰山寺墓所を抜け奥にある中村家の墓所周辺を言う。ありがとうございます。